危険です。速やかに退避しましょう。はい、こちら現場の兵道です。これから種子島に上陸して謎の建造物の調査に向かい。
ではスタジオにお返しします。数日後、某大戦中に神霊兵器の開発のため欧州で発足したドレクスラー機関の後天的に聖女を作る計画は3段階を確認。第1世代エンジェル、第2世代ヴァルキリー、第3世代ヴァルキュリア。第1世代と第2世代の特徴として、また極端に強い精霊力を付与された結果、精神状態を維持した被験体の大半は物質体、肉体が精霊力を許容できず精霊化を発現し死に至るようです。第一世代から第三世代にかけて精霊力の強化および安定度は飛躍的に増加。第三世代は色素異常も認められません。以上、ドレクスラー機関の研究資料を解析した。つまりドレクスラー機関から精霊力を植え付けられた彼女。被験体の資料を可能な限り調べたけれど、天寿を全うした事例は最後の第二世代であるエルフリ。彼女たちはイレギュラーで第二世代と第三世代の中だから、ドレクスラー機関も彼女たちの監視をつ。ありがとうございます。私には分かりません。ドレクスラー機関は数十年にわたって、まあ一つは兵器としてでしょうね。大戦中に発足された時代背景から考えて、精霊化、工事の存在への進化はある意味不老不死への手段でしょうから、科学的手段として研究。結局はどこまで行ったって科学者自身のモラルに頼るしかないのよ。メファンに謝らないといけないかもね。私のエゴで精霊内燃機関を開発して、私は理論上あなたに永遠の命を与えてしまった。博士、後悔しないでください。私は博士に感謝しています。私は博士のおかげで生きています。メイファン、ありがとう。やっぱりあなたは。
こ見せてあげる。これは聖次元の一環。犬若茜、日本各地に出現し体のさあさ日本沈没まであと6日。同じお姉さん仲間として聞いて、ひふみよちょっぴり痛いけど我慢してくださいね。スタンバイエンジェル、ファイト。うりゃ、そりゃ、ジン。エクスラキ、スキクラキ、スキクラキ。なかスキクラキ、なかなか。行くよ、マイト、花なぎ。エイヤ、行くよ、マイト、花なぎ。そりゃ、そりゃ、うりゃ。スキクラキ、ヒフミ、ヒフミ。行くよ、甘えた花なぎ捉えた覚悟はいい。そりゃうりゃほんベアッ茜全身の術。おいやろちょろいちょろい、もっと楽しませてくださいね。スタンドアップトゥデュエルファイト。あっやっそれふだきよいしょっと。我は汝を呼び起こす。いやいやそれね風払い。そりゃつきくだきそりゃ、うん、行くよがまいた花なぎ。そりゃやおんおんほんつきくだきつきくだきひふみひふみ。そりゃそりゃほらいい行くよがまいた花なぎほらいいかかりすぎるひふみうりゃそすねふだほらいいなかなかつきくだほらいいなかなかそりゃつきくだきそりゃ乱暴者。あちゃやりすぎたか。今度お店に来てよ、サービスしてあげる。同じお姉さん仲間として。はい、こちらゲ前回は関東このゲ一個それ日本沈没まであと5日。あ、足癖の悪い姉さんやん。ひふみよ淀川スタンバイ。ゴゴゴゴゴージャッキーン。淀川はやればできる子やん。